プーと大人になった僕は2018年のアメリカ合衆国のファンタジー映画。監督はマーク・フォースター、主演はユアン・マクレガーが務めた。本作はエーエミルンが1926年に発表した自動小説熊野プーさんとウォルト・ディズニー・カンパニーの熊野プーさんを原作としている。イギリスの田舎に住む少年クリストファー・ロビンは 100エーカーの森で熊野プーさんとその仲間たちと楽しい日々を過ごしていたが、ロンドンの私立寄宿学校に入学することになり、お別れパーティーでプーと森の仲間たちに、君たちのことは絶対に忘れないと約束した。しかし、親元を離れた学校での厳しいしつけや教育、父親の死、第二次世界大戦の出兵などを経て、その約束は忘れ去られ、 いつの間にかクリストファーは普通の大人になっていった。首都ロンドンで旅行カバン会社のウィンズロー社で働くクリストファーは多忙のゆえ愛する妻まいぶりと娘マデリーンとの間に溝を作るようになってしまった。ある日、家族と週末にクリストファーの故郷の田舎に旅行する計画を立てたが、会社グループの二代目社長ジャイルズから業績不振の打開策の提案を急遽押し付けられてしまい、 家族との約束も守ることができず、一人ロンドンで仕事をすることになった。その頃、100エーカーの森ではプーが異変に気がついた。森の仲間たちが一人もいないのだ。プーは親友のクリストファー・ロビンなら何とかしてくれると考え、かつてクリストファーが使っていた魔法の扉をくぐると、ロンドンのとある公園に出ることができた。休日出勤の帰り道。 自宅前の公園のベンチに腰掛けるとそこにはプーの姿があった。数十年ぶりの再会に歓喜する二人だが魔法の扉は消えてしまい、プーはロンドンに取り残されてしまった。プーはパートに連れて帰るクリストファーだが無邪気でドジなプーのおかげで家の中はめちゃめちゃになってしまい仕事どころではなくなってしまう。クリストファーは仕方がなく翌朝プーをロンドンの駅から列車に乗って 故郷の100エーカーの森へ送り届けることになる。カッコ内は日本語吹き替え2015年4月2日、ウォルトディズニーピクチャーズはクマノプーさんのキャラクターたちを登場させた実写映画を制作すると発表した。マレフィセントやアリス・イン・ワンダーランド、シンデレラ同様、必ずしも原作に忠実な形で実写映画化されるわけではないとも発表された。 2016年11月18日、正式なタイトルがクリストファー・ロビンに決まり、マーク・ホースターが監督に起用されたと報じられた。2017年3月1日、トム・マッカーシーが脚本のリライト作業を行っているとの報道があった。2017年4月26日、ユアン・マクレガーが起用されたと報じられた。また、アリソン・シュローダーが 脚本のリライト作業を行っているとも報じられた。6月22日、ジェマ・アータートンが本作の出演交渉に臨んでいるとの報道があったが、交渉は不守備に終わった。8月、ヘイリー・アトウェルとマーク・ゲイティス、ブラッド・ギャレット、ニック・モハメットの出演が決まった。2018年1月、ピーター・カパルディ、クリス・オダウド、トビー・ジョーンズ、ソフィー・オコネドーがキャスト入りした。 日本語吹き替えでは、過去作で声を務めてた、プー役の亀山女神と、いいよう役の石田太郎が死去したため、プー役をか、ぬか光明が、いいよう役を、石塚いが担当することになった。なお、石塚は、石田存命中のいいようの歌唱部分を担当しており、今回セリフ部分も含め引き継ぐこととなる。プー役は、かぬかで吹き替え声優としては四代目となる。 それ以外のキャストは全員既存作品の日本語、吹き替えキャストと同じである。本作の日本語版予告編では、ムーラン・ルージュをはじめ、複数の作品で、ユアン・マクレガーの吹き替えを務めている、宮本光がナレーションに起用された。また、本作に限って、ユアン・マクレガーを務めた、坂井正人の吹き替えは、非常に賛否の分かれるものとなった。 2017年8月上旬、本作の主要撮影がイギリスで始まった。2018年2月9日、制去したヨハン・ヨハンソンが本作で使用される楽曲を手掛ける予定だったと報じられた。3月6日、クラウス・バデルトがヨハンソンの代わりに起用されたとの報道があったが、後に交板することになり、ジェフ・ザ・ネリとジョー・ブライオンが公認として起用された。 2018年3月5日、本作のティーザーポスターが公開された。6日、本作のティーザートレーラーがお披露目された。本作は、バッドスパイ、ダーゲストマインド、デスオブ、エーネーション、キャンウィーセーブアメリカ c セカンドタイムと同じ週に封切られ、公開8週末に3000万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものとなった。 2018年8月3日、本作は全米3 6 0 0に巻で公開され、公開初週末に2458万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。中華人民共和国では、熊野プーさんが検閲されているため、この映画も公開されなかった。本作は批評家から好意的に評価されている。 映画批評集積サイトの6点トマト図には111件のレビューがあり、批評家支持率は67%、平均点は10点満点で6.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、プーと大人になった僕は AA ミルンの原作絵本や、ディズニーの原作アニメに匹敵する作品ではないかもしれない。しかし、子供時代の ちょっとしたマジックを求めている観客にとって、同作は十分に魅力的な作品である。となっている。また、メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は59、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A となっている。ありがとうございます。